自分の母校に帰ってきてこう先生の立場でやるということで、2年前は自分も学生だったので、で自分が3年生の時1年生の生徒に教える緊張します緊張しました。でも、まあ、みんな親身になって聞いてくれて、他の建築家じゃない生徒とかも来てくれて、まあ、聞いてくれたんで、すごい嬉しい気持ちになりました。先にね、今日は出前授業ということで、来週に行く東京アップビルドでございます。結ぶとこだけをね、こう上に出して、これがひびがこうなってたらやりづらいんで、だからもう下げて、あとも下げて、これにこう引っ掛ける。この機会をしっかり自分の進路の中に役立てて、いろんなどの職種につけばいいのか考えて、じっくり考えていきたいと思います。やっぱ生徒に実際見せてみたいなと思ったのがきっかけですね。はい、実際のプロの方の作業を見て、そういうのを自分でもやってみて、肌で感じれば、またより一層の建設産業に興味を持って、就職までできればいいのかなというふうには思っております。またこういう関係がずっとこう続いていくと、まあ、いろんな場面で、学校に入ってくる生徒も興味を持てるんじゃないかなというふうに思いますので、協力をお願いしたいなというふうに思います。